これでね、ロングアンテナモデルあったらね、いいと思うんだけどな。はい、皆さんこんばんは。長岡 HR420、ももすけです。いや、今日ね、本当は、用意してたネタをね、編集しようと思ってたんだけど、消したっぽいね。ちょっとね、実験ネタ的な動画をね、撮っておいたんだけど、ない。よくよく考えると、これ、2週間前に撮った素材なんだけど、先週末ね、撮影に行くときに消したっぽいね。いつもはね、SD カードから早めにハードディスクにね、写しておくんだけど、ちょっと写し忘れてて、さよならしちゃいました。ということで、まあ、その実験ネタはね、また撮影したいなっていうふうに思います。はい、それ以外ね、話すことないんだけど、めちゃ緩い動画になってますけど。あ、今ね、手元にこれあったんです。はい。ちょっとね、ゆるい動画じゃないとこういうの紹介できないんで、僕のね、デスクにこれいつも置いてあるんだけど、IC4077、リピーター対応のね、特定省電力無線機です。こんな感じでね、電源入るんだけど、まあ、こんなにアンテナ短いんでね、まあ、全然飛びません。普通に、DX 狙った更新はね、全然できないんだけど、まあ、うちからね、すぐ、そこら辺に見える山に上がってるね、イビレピーターなんかはね、アクセスできるんで、まあ、自宅の屋上からイビレピーターアクセスするときとかね、使ってます。結構これね、デザインがお気に入りです。ここで普通にね、チャンネルのアップダウンと、ここがグループコードのね、変更かな、こんな感じでね。あとね、生意気にもね、PTT の下に、ちゃんとね、モニターボタンがついてるんだよね。さらにこいつは、電池じゃなくてね。はい。こんな感じで、リチウムイオンバッテリーになってます。なんでね、乾電池不要で充電してね、使うことができます。これでね、ロングアンテナモデルあったらね、いいと思うんだけどな。まあ、あとはね、ロングアンテナになった時に感度がどれくらいかっていうことなんだけど、はい。まあ、あえて買うほどのね、特賞金じゃないかもしれないんだけども、まあ、もうすけのね、持ってる特賞金の中では、まあ、飛ばないんだけど、個人的にお気に入りの1台 IC4077。なんか適当に紹介してみました。ならね、明日も仕事なんでね、寝るかね。おやすみなさい。以上、長岡 HR420、ももすけでした。バイバーイ。登録。こういう感じ。